The question is, when are you? Do not be frightened, old friend, for we are one and the same. ウォッチモジョへようこそ。今日はマーベル最強ヒーローの最も強力なバリエーションのトップ10をカウントダウンします。 Okay, Peter 1, Peter 2, Peter 2, Peter 3, Peter 3. このリストではコミックテレビなどを通してマーベルのヒーローのバージョンを見ていきますが、その中には元のカウンターパートよりもパワフルなものもあります。このキャラクターのプライムマーベルユニバースバージョンは英雄的ですか？大体ユニバースの対応するキャラクターの多くはどちらかというと悪役のカテゴリーに分類されることに注意してください。あなたの最も好きなマーベルヒーローの最も強力なバリエーションは何ですか？コメント欄で教えてください。第10位、ブラッドストーム。 Do you know what happens to a toad when it's struck by lightning?彼女の天空操作能力でオロロムンローはプライムマーベルユニバース、つまり地球616の最強のミュータントの一人です。しかしいくつかの代替現実では、このスーパーヒロインは伝説のドラキュラから受け継がれた吸血鬼の力によってさらにパワーアップします。 What if you could remain a child forever? Wouldn't you like that? Wouldn't you accept that gift?神々しいミュータントの力に加えて、ブラッドストームは敵を混乱させるために、霧やコウモリの群れに自由に変身することができます。さらにブラッドストームは、ドラキュラの強力な精神制御を打ち破り、彼女の能力を完全に制御し、吸血鬼の力を保持することができます。第9位、ウェポンオメガ、地球295。プライムマーベルユニバースのローガンは、その驚異的な治癒能力、優れた追跡能力、そしてもちろん彼の骨格を覆うアダマンチウムで知られています。地球295のローガンはこれらの信じられないほどの力とそれ以上のものを持っています。彼はセレスチャルズとその先進的な技術と遭遇した後、彼はアポカリプスの後継者ウェポンオメガになります。ウェポンオメガとして彼は高度な治癒能力を保持するだけでなく、テレポートする能力も得ます。彼はまた驚くべき突然変異を超えた強さ、反射、耐久力を持っています。もちろんこれらの新しい能力はミュータントから人間性を奪い、彼を怪物に変えます。 What kind of monster are you? The Wolverine.第8位、マーベル、地球10011。 Everyone stay down. Lawson? Why are you blue? 彼のクリーの生理学のおかげで、プライムマーベルユニバースのマーベルは超人的な速度、耐久力、反射能力を含む信じられないほどの属性を持っています。彼の能力にもかかわらず、このマーベルのバージョンは最終的にガンに倒れ、友人に囲まれながら尊厳を持って終わりを迎えます。しかし地球10011のこのヒーローのバージョンは別の道を選びます。死自体を破壊する機会を得られた時、このマーベルは多角的な者たちから新しい能力を受け入れます。これらの新しいパワーは彼に死を破壊し、友人をそれぞれの代替バージョンに変質させる能力を与え、彼は以前よりもさらに脅威します。第7位、キャプテンユニバースとしてのピーター・パーカー。スパイダーマンとしてのピーター・パーカーはマーベルユニバースで最も強力な存在の一つです。彼の壁登りやウェブスプリングの能力、高まったスパイディフェンス、印象的な再生能力と超人的な力で、彼は出会うほとんどの悪者を倒すことができます。アクツ・オブ・ベンジェンスのストーリー展開中、ピーターはエニグマ・フォースの能力を与えられ、キャプテン・ユニバースに変身します。ピーターの驚異的な感覚と力は数倍に増加し、テレキネシスと X 線と望遠鏡の使用を可能にするユニビジョンも獲得しました。Great power comes great responsibility. プライムマーベルユニバースでは、ピーターはエニグマフォースの能力を恒久的に保持しませんが、いくつかの代替宇宙では彼は最終的にキャプテンユニバースのままです。第6位、ブリンク、地球957。
クラリス・ファーガソン、通称ブリンクは、テレポーテーションのワープポータルや変異武器を作る能力を持つ強力なミュータントで、人々や物体を自由に輸送することができます。月へと他者を瞬時に輸送する能力を持つブリンクは信じられないほどのスーパーヒーローです。大体宇宙地球957ではブリンクはインビトウィナーのパワーを得て現実を宇宙的に変えることができます。彼女が新しい能力を使って完璧な宇宙を作ろうとするとブリンクは自分自身のパワーに圧倒されます。幸いなことにインビトウィナーが戻ってきて彼女を弟子にします。第5位ストレンジスプリーム。 And now can you save her? No, Steven. We can. ディズニープラスのシリーズ What If は全てを変える一つのキーとなる違いを持つ代替現実を探求します。この特定の宇宙ではドクター・スティーブン・ストレンジは彼の人生の愛ドクター・クリスティン・パーマーを失います。この損失はストレンジをかきたて神秘的な芸術を学び最高の魔術師になります。しかしストレンジの時間とのいじりはエンシェント・ワンに彼を2つの存在善と悪に分割させます。 Please do not do this or I will be forced to stop youYou'd have to find me first. これは邪悪なストレンジが彼の続くクエストでダークディメンションの能力の一群を採用し他のいくつかの存在彼の他の半分を含むものを吸収することにつながります。彼はクリスティンを復活させることができますがその過程で現実自体を破壊します。第4位コズミックゴーストライダー。 Your soul is stained by the blood of the innocents. Feel their pain. 復讐の精神としてどの形のゴーストライダーもヘルファイアを操作し神秘的なチェーンを投影し他人に彼らが他の場所で加えた痛みを感じさせることができます。地球 TRN666 の代替現実ではフランク・キャッスル別名パニッシャーはサノスが地球に来た時に死亡します。地獄で彼はメフィストと契約を結び新しいゴーストライダーになります。数年後彼は別の取引今度はギャラクタスと行いパワーコズミックを授けられます。パワーコズミックを持って彼は念動力を使いヘルサイクルで宇宙を旅しさらにはコズミックエネルギーを投影することさえできます。第3位ドクターストレンジフェイト。 Just because someone stumbles and loses their way doesn't mean they're lost forever. We will see what kind of Doctor Strange you are. 彼の非謀なテレパシーでチャールズ・エグゼビア通称プロフェッサー X はマーベルユニバースで最も強力なミュータントの一人です。 That's enough, Eric. Let them go.Wanna come out where I can see you, Charles? 地球9602の代替現実ではチャールズはヒマラヤを旅行中にナブーザ・エンシェント・ワンに救出されます。ナブーはチャールズを生徒として受け入れ強力なミュータントに神秘的な技術について教えます。潜在的なテレパシー能力と神秘的な芸術の力を併用してチャールズはオーダーの至高の主となり自分を宇宙の保護者と呼びます。ドクターストレンジフェイトは自分自身を見えなくする時間を操作したり次元を旅したりさらには自分自身や他人を浮遊させることができます。第2位オールドキングフェニックス。そう、オールドキングソーはもちろんソーの年老いたバージョンです。神々しい属性、非凡な強さ、天候制御、耐久性、エネルギー操作に加えてオールドキングソーは全部の力を持っています。全部の力を持つソーは神秘的で宇宙的な資源を使って自分の力を強化することができます。キングドゥームとの決戦中フェニックス・ウルバリンは自分自身を犠牲にしてフェニックス・フォースをソーに移しオールドキング・フェニックス・ソーを作り出します。
フェニックスフォースはソーの能力をさらに強化しますが、生命を操作したり現実を歪曲したり復活したりすることも可能にします。それは1世紀近くかかってオールドキングフェニックスソーがキングドゥームを倒せる理由です。続きを見る前にチャンネル登録と通知設定をして最新動画をお見逃しなく、一部または全動画を通知するようにできる設定があります。スマートフォンの方はアカウント設定から通知をオンにしてください。第1位メーカー地球1610。 I'm the smartest man alive. Reed Richards of the Fantastic Four. Hello, Steven. ドクター・リード・リチャーズはもちろんマーベルキャラクターの中でも最も知的で、体を様々な形に変形させる驚異的な伸縮能力も持っています。地球1610の別の宇宙では、リードはこれらの能力を保持しつつダークサイドを持つようになります。スー・ストームに結婚を断られ、世界の終わりが近づいていることを知った後、リードは自分の死を偽装します。彼は自分の能力を使って自分の心を伸ばし、パーソナリティを変更し、知性をさらに拡大します。彼はメーカーという名前を採用し、機能的な不死を達成します。さらにメーカーは全ての宇宙に存在し、完全に破壊することはほぼ不可能です。究極の悪役とはまさにこのことを言うんですね。